五立神社。西条の蔵元は酒樽るを奉納している。節末者として、醸造の神、大山食い神を祀る松尾神社は1936年、京都松尾大社から分霊し、西条酒造協会が建立した。仕込みの朝西条灘、伏見西条酒は、広島県東広島市西条地区で作られる、日本酒。地域団体商標、広島の酒の中の一つ。 西条は兵庫県の灘、京都府の伏見とともに日本三大名城地と称される。酒と西条と消費西条市周辺の環境を重要な観光資源として位置づけ酒祭りなどイベントを開催している。東広島市域においては、広島当時誕生の地、秋津とともに歴史的な酒どころであり、共に銀城市を生み育ててきた地である。 西条酒蔵通り周辺の酒蔵が連なる一帯は、西条の酒造施設群として、日本の20世紀遺産選定。2014年当時、酒蔵横丁に展示されていた、西条酒。上部の大事は、池田隼人の記号。2009年に、西条酒造協会が制定した西条、産地故障制主認証要項では、西条酒ブランドを、以下の通り定義している。 認証基準の検討及び審査には種類総合研究所も参加している。伝統的な広島流の産卵仕込みにより製造されたものであること。広島県産の酒造公的米100%使用。最上酒造協会会員が管理する井戸水を使用したものであること。精米部合は銀城酒は50%以下、純米酒は60%以下のものであること。 別に定める審査に合格したものであること。2018年現在で、最上酒造協会に加盟する八つの酒造メーカーと、その代表的な銘柄を五十音順で示す。現在は、最上町に七つ黒瀬町に一つ酒造メーカーがある。ほとんどが他業種として創業したルーツを持つため、ここでの創業は各メーカーが公表する酒との関係を始めた年を記載している。 これらのうち、福美人が甘口の亀戸氏が辛口の代表格になる。なお灘の酒が男酒と言われるのに対し広島の酒は女酒と言われ、伝統的に甘口が多い。大崎上島付近から北西方向を撮影。中央が最上盆地、その左の細長いものが黒瀬盆地。手前右側が竹原市中心部、その左が 東広島市秋津町中心部、その左端が呉市安浦町中心部。周辺この地は最上盆地と呼ばれる海抜200メートルの地を海抜400から600メートルの大地が囲む盆地である。この地の特徴的な地層として最上層と言われるものがある。地質時代は新生代第4期で歴、砂、シルトがいわゆるミルフィーユ状に重なった層が、 約50メートルの厚さで存在し、その上の中石平野の上に最上の町が形成されている。以前の説では最上層は湖性、つまり最上盆地は太古の昔は湖で最上層は湖性堆積物であると言われていた。現在では地質学研究の結果湖性説は否定され河川性説、つまり 蛇行河川の堆積物であったことが有力となっている。広島県南部は温暖な気候が続く、瀬戸内海式気候に属すが、この地の気温はそれではなく、地形に起因するものが現れる。冬は極端ではないが雪が降るほど冷え込むため、感じ込みに適している。夏は昼夜の寒暖差が大きいため、酒造工的米の幸いに適している。古くから米作が行われ、 広島県内屈指の国草地帯であり、現在は県の酒造公的米産地のうち県南部では最上盆地とその周辺だけになる。品種は主に八体系、山田錦系、お町系を用いている。瀬戸内海式機構に属し降水量が少ない地である。そのため農業用のため池が多数存在する。東広島市は水環境保全に 積極的に取り組んでおり水の里百選に選出されている。西条の酒造メーカーは酒の仕込み水を井戸から汲み上げている。この地北川の標高575メートルの竜王山の伏流水が、西上層というフィルターを通して10年から15年かけて、この地の下にある岩盤までたどり着き、豊富かつ良質の井戸水として湧き出している。 西条のメーカーが西条駅前の旧西国海道現在は坂倉通りという東西に貫く通りに沿って約800メートルの狭い範囲に点在している理由は各メーカーが創業当時酒造に合う水が出たのがこの狭い範囲だけであったためである各メーカーはそれぞれ個々に井戸を持っているが狭い範囲に点在しているのにもかかわらず水質成分に違いがあるこれは 最上層が関係しており、耐水層が深い位置になるにつれ、シルトからミネラル分が溶け出して高度が高くなり、逆に浅いと軟水になる傾向があること、そしてメーカーのほとんどの井戸は深さ10メートルから30メートルの最上層内にある、耐水層から取水し硬度は中高水であるが打ち抜き、ボーリングと井戸の掘り方の違いでも成分が異なっている。 これに加えて各蔵ごとの仕込みの違いで、それぞれの独創性が生まれる。最上駅は1894年山陽鉄道が、三原駅広島駅間の開通に伴い開業した。駅周辺で現在創業している、酒造メーカーの内城ボタン、亀戸市、貨物はそれより前に酒蔵通り沿いで創業している。つまり、鉄道が、 通り駅ができて、そこに蔵が作られたのではなく、蔵が多くある場所に駅を持ってきて発展していったことになる。駅の地にはもともとこの地の氏神であった義恩社が祀られていたが、駅開業に伴い北側に移転した。これが現在の五立神社になる。三浦千三郎像、秋津町の坂木山八幡神社境内にある、橋爪明先生像、鴨の泉守、 泉建の隣にある、木村静彦を銅像。五建神社境内にある、酒三大恩人。これに、佐竹李一を加えて、広島の酒の恩人と称している。また三浦、佐竹、木村和平で、銀城市を育てた創始者三人とも言われている。秋国分寺、ご茶屋と。隣の洋館は、貨物本社。近代には、貨物役場が置かれ。 取り壊されたが、後に土地を譲り受けた貨物流が、門のみを再建した。旧木原家住宅。木原家は、江戸期に、高屋で、酒造業などを営んでおり、この建物は、漢文5年建築。国の重要文化財。旧石池住宅。完成7年建築。石池は、江戸期に、酒造業を、幕末に、旗後、明治4年頃から役店を営んでいた。 現在は移築されているが、もともとは、三葉鶴の西隣にあった。市の重要文化財。四日市三新内海地区玄れ福山鵜堂山、玄海田市広島赤は、西国街道の宿場町。この地は古代秋国の中心であった。古代の国府、国分寺双方ともこの地にあったとされ、上理性が敷かれ、国府を中心に、東条、西条と呼んだことから、 西条の名がついたという、古代山陽道がこの地を通っていたと考えられている。中世から四日市と呼ばれるようになり、江戸時代の近世山陽道が整備された頃には、本陣を中心に宿液として発達した。四日市での酒造りは宿場ができた頃から始まったと言われている。西条酒造協会は1650年頃としている。かとや、 島六郎兵晴れ政の創業年度から遠方年間とも言われている。四大将軍、徳川家綱の時代で、西巡る海運開発などによって、全国的な商品経済が発達していった時期である。この江戸初期に、四日市で、加藤屋を含めて三県あったという。ただし江戸期での四日市は酒どころとしては、ローカルな存在に過ぎなかった。当時江戸幕府は、 酒造統制を行い酒株を持つ者の,のみ生産、流通を認め、広島藩は国境を越えた米及び酒の輸出入を取り締まったため、蔵元は限られ流通もままならなかった。そのため当時の酒造業は、大量の米が流通市販の保護下で行われていた、広島や福山といった、城下町や、年貢米の積み出し屋西巡る海運によって、多販米を積んだ海鮮が入港するなど、 商品経済が発達した瀬戸内海沿岸の港町が中心であった。江戸末期に出された酒名町には四日市で加藤や島市を含めて三件増主屋があったという。以下、1944年、広島財務局官邸部による資料に記載されている、広島反省時代における、鴨茂郡西条方面酒造業者つまり、内陸部の西条、黒瀬、 死は、高屋、八本松で生産していた商家を示す。なお、現存する、蔵元の中には、江戸期に別業種として創業していた者も,もいる。白ボタンのべ、宝蔵南端胸。遠方三年創業時からある酒蔵であり、基礎の石組みは、当時のもので蔵の内部も昔のまま。屋根が低いのは、当時の酒瓶や桶のサイズが今よりも小さかったため、国の登録有形文化財。 白ボタン天保蔵、天保玄関に建てられた酒蔵。国の登録有形文化財。白ボタン文化2年長崎奉行所で仕事を終えた大田南保は、江戸への祈祷木工文、小春木工に残した。その中に、四日市のかとや、島六郎米宅に泊まり、海田市から売りに来た蠣を調理したものを魚に、島酒の酒を飲んだことが書かれている。 江戸期の島氏にはもう一つ逸話がある。江戸末期、加藤や、島小十郎の秀は御石家の一つである、高塚酒から、聖酒献上の内名を受けたため、秘蔵の酒を献上した。この酒を、高塚酒当主である関白、高塚さ正道は称え、島氏は、酒名として、白ボタンを賜うことになり、天保十年その命名額を過付される。 という当時の地方の酒造家にしてみれば大変な名誉を受けている。歴史公園内の西条四日市歴史研究展示室。もともとは、貨物の前身である小島屋の土蔵で天保7年建築。国の登録有形文化財。貨物二宝像東西旨。酒と西条を代表する酒造像。明治後期のもので煙突とともに、国の登録有形文化財。 鴨鶴中央の建物が明治時代に建てられたカメレ号像で国の登録有形文化財。壁面上部にあるのが毛利家門の一文字三世。その下は防火のおまじないとして書かれている水の字。左がカメトシ米書、右がカメレ号像。奥は山陽花の寺二十四家寺の一つ副寿院、円通寺。カメトシ。カメ吉田屋の祖先は、 毛利氏の家臣であったと伝えられている。黒瀬の根工酒造。根工は江戸期から醤油醸造を行っており、明治に入り酒造を始めた。黒瀬には最盛期で十二、三の酒蔵があったが現在では根工だけになった。幕末二度にわたる長州政党において四日市は、幕府陸軍側の本陣が置かれたことで公共となり、昇華は財を得た。 この幕末から酒株制が廃止となった、明治維新後に酒造りを始める者が出て、特に四日市では財を持ち合わせた地主が始めたとされ、加藤や島市の向かいの小島や木村市が、その隣の吉田や石井市が、と、隣がやるならうちもやろうと酒造りを始めていったと言う。ただ、明治10年代までは、近隣周辺の需要に対応する程度であり、県内でも、 産地としての重要度は低かった。例えば、明治政府は、明治8年から、種類税属を定め、酒税の徴収を始めたため、県内の有力酒造家は、その対応を協議するため、明治9年、尾の道ち土ょで会合を開いたが、鴨もでは、竹原や水戸のものは参加したものの、四日市のものは、参加していない。なお四日市から、西条の名に変わったのは、調整施行した。 明治23年のことである。明治初期に酒造を始めた者にとって最初の試練が訪れる。交通の発達に伴いなが、境からより上質な情報誌が流入して県内を席巻し、さらに1884.85年の不況に加えてこの時期に政府が酒税を極端に増税したため、県内では経営的に立ち行かなくなる蔵元が続出した。 広島の蔵元は生き残りをかけた金で売れる良質な酒作り、特に名田酒を目標に努力を重ねた。ただ灘の仕込み水である宮水が香水であるのに対し、広島県では南水が多くなだ酒と同じ醸造法では、酵母が活発化しないため試行錯誤が繰り返された。西条の南にある水戸という地は、明治初期における広島市の先端地であった。 酒株製廃止後、いち早く県外へ、主販路を求めたのは、水戸の蔵元である。そして酒造家、三浦千三郎が誕生。1897年三浦は南水に適する醸造方法、南水醸造法を発明し、翌1898年、そのやり方を記した海上法実践録を観光し、県内の醸造技術工場に貢献。さらに三浦は、 当時の育成にも取り組み、水戸当時という一大当時集団を形成するに至った。西条の酒は明治初期沿岸部より遅れていた。西条の一部の倉元が1882年頃に旧街道に沿って広島へあるいは沿岸部の内海、竹原から海運で県外へと反論を求めたこともあったが競争に負けていた。その立地から旧街道を伝って、など、 酒井などの質の高い酒が流入し、さらに、水戸など沿岸部の気運に触れ、西条の蔵元は、明治20年代に入りさらに質を追求するようになる。明治期の西条の仕込み水の高度は、当時の島市と木村市の資料によると南水であった、ことから、三浦の南水醸造法の改良に、西条の蔵も参加している。歴史公園に展示するさ、竹の動力式精米機。 近代化産業遺産、佐竹本社、酒蔵通り沿い西側にある。そうした中で、貨物る木村和平精米の機械化について提案した、佐竹リーチは1896年日本で、最初の動力式精米機を発明、同年佐竹製作所が発足した。西条鶴。右の店舗券おもやが、国の登録有形文化財で、明治後期のもの。 レンガ煙突を現役使用しているのはここだけであり、他の蔵元に比べて昔の様子を残す。採用ずる。鴨の泉。右の店舗券おもやが明治後期、その右側に見切れている門及び塀が明治中期のもので国の登録有形文化財。手前の道が酒蔵通り。共に創立は大正元年で2018年現在酒蔵通りの 東西端になる。1894年西洋鉄道が付設される際、当初駅は他の場所へ置かれる予定であったが、木村和平が誘致説得に動き、結果西上駅が開業する。駅の地はもともと、擬音社があったところで駅を誘致するため木村氏の持っていた土地を擬音社に差し出して移転させている。つまり現在の御立神社周辺はもともと、 木村氏が持っていた土地であった。鉄道が通ったことで、西条は宿場町から単なる通過町となってしまい旅館や料理屋などに廃業が相次いだが、逆に鉄道運搬という選択肢が着目されたことで、これらや商家は倉元へ変貌していった。さらに1906年頃には、三浦の南水上造法が県内で広く定着し、安心して酒造りができるようになったため、 酒造りを始めた蔵が出てきた。これには、木村和平の後を続いた木村静彦が関わっており、静彦は米、水、気候が揃う西条を酒の名産地にしようと町の有志に酒造を進め、結果、西条鶴醸造、鴨の泉酒造、鴨の明酒造などが創業したと言われている。さらに静彦は、仲買と交渉して、西条の若い蔵元が作った酒の流通を、 手助けしている。なお、最上州の仕込み水が、南水から中高水になったのは、対象期とされている。これは、町が発展していく中で、他の井戸から生活用水としての取水が増えたため、地下水位が下がったことにより、井戸を深く掘らなければならなくなり、結果中高水になったと推定されている。そこで、貨物る木村静彦や白ボタン、島広蔵などの人力で、 南水醸造法と西条の醸造法を合わせた西条中高水醸造法が完成した。さらに中高水となったことで奈良と同じ醸造法でも作れることがわかった。主質改善には民だけではなく官も動いている。これは酒税が国税収入の重要な位置を占めるようになったため国も財政の一環として働きかけたのである。その中で 1902年広島税務管理局、醸造技術部に、大倉省の醸造技師として、橋爪明が着任し、以降広島県下の酒造業を発展、当時の育成に尽力した。全国に先駆けて1929年最上に、広島県立醸造試験場ができた時には、橋爪が初代醸造部長に就任している。また、この頃の最上町長である、 よしいつねも多大な尽力をしている。こうして、もともと持ち合わせていた、良い酒米、水を生み出す環境に、近代的な酒造技術が確立したことで、名酒が生まれる下地が出来上がった。福美人正面。写真に見えている建物、門中、煙突のほぼすべて国の登録有形文化財。福美人の福人井戸。現在一般公開はされていない。福美人。 他の蔵元は、酒蔵通りに面した地で創業しているのに対し、副美人はその一つ北側の線路に近い地に一号像がある。昭和4年春光の本館。現在は、カフェ、主戦館。昭和初期春光の精米所。現在は、藍染工房ギャラリー、乱戦館。旧県立醸造試験場最上製酒醸造場。現在は、鴨の泉合所館。 国の登録有形文化財。県内でもローカルな存在に過ぎなかった西条が、明治30年代から大正時代にかけて、異常とも言える成長を遂げ日本有数の酒どころとなった要因は、気候風土、酒造技術の確立、西条の人たちの努力に加えて、多力的に成長に導かれたところもある。明治初期、県外への運搬は、 バハイヤにぐるまで運搬し沿岸部から海運を用いていた。そこへ1894年山陽鉄道が開業し、鉄道による大量運搬が可能になり、販路の拡大につながった。この時代、全国の酒造産地は一大消費地となった東京を目指しており、大正時代初期から西条の蔵元も続き、また遠く中国、朝鮮、台湾、 アメリカと海外にも輸出した。ここから西条では、西洋道沿いから北側の線路に近い位置に近代的な酒蔵を建てていき、大正時代には需要に対して供給不足の状況にもなり、制裁工程の機械化も進み、西条駅から引っ込め線を敷大量運搬した。5が、旧海軍クレチンジュフ、広島が、旧陸軍第五師団の拠点となり、 1894年日清、戦争1904年日露戦争を経て需要が格段に上がっていった。需要が増えた背景には、漁師が町として急速に発展したことに加えて、旧海軍においては、呉以外の横須賀、佐世保、舞鶴の主要陳述そばに質と量を満足させる酒どころがなかったこと、広島には日清戦争で広島大本営が置かれ、 旧陸軍の最前線兵坦拠点となり、以降の戦争も国内有数の兵坦拠点となったことなどがある。三浦の南水醸造法から始まった広島の主出工場は1907年日本醸造協会主催の第1回全国製酒品評会で飛び抜けた成績を収めることにつながった。全国の酒造家にとっては、奈良のブランドイメージが強い中でのこの成績は意外な。 ことであった。この品評会や1911年から始まった種類総合研究所主催全国新種鑑評会で好成績を収めることでブランドとして確立し需要へとつながっていった。長酒が辛口であったのに対し三浦の南水醸造法から生み出された酒は甘口であった。つまり消費者にとっては広島の酒は新しい味であり、思考の変化により、 甘口の需要が年々高まると流通量も増えていった。さらに、西条の蔵元が画期的だったのが、対象バブル期の需要が著しく増加していた時期に、全国に先駆けて経営改革、旧来の家業の延長であったものを株式会社化したことである。この時に創業した西条酒造は西条のみならず、西日本各地の蔵元による出資で設立された蔵であり、 酒造業としては、国内初の法人として起業した酒造メーカーになる。これにも、木村静彦が関わっており、西条酒造、方酒造の設立にあたり静彦は出資者の一人として参加し、自身の蔵である鴨鶴も、事業拡大を目指して株式会社化したことで、結果斎場において、同時期に酒蔵通りの北側にあたる線路沿いに参社誕生した。 これ以降その他の蔵元も会社を設立している。軽工業、重工業ともに発展途上にあった近代の広島県において、酒造業は基幹産業として県経済を支えた。当時作り国高は兵庫、福岡、京都とで4京を占め、県外で出回っていた広島の酒は、鴨茂郡、呉市、三原市でほぼ作られ、その生産の中心が西条であった。なだ 伏見とと共に、西条が日本三大名城地と言われるようになるのはこれら、明治末期以降のことになる。昭和初期、活況する西条の中で働いたことは箔をつけることになるとして、優秀な当時は集まり蔵人が熱心に働いた。外部から視察に多く訪れ見学者が増えると、酒造家は自然に力が入り、銀城に熱中した。西条酒造は、 その設立経緯に加えて、新種官境会で結果を残したことにより、酒造業界から酒造技術養成機関として指定され、最上酒造学校と呼ばれ多くの当時を育てた。またこの時代の最上の特筆すべきこととしては、1930年、佐竹製作所が米をギリギリまで磨くことができる縦型製米機を発明したことが挙げられる。 これが今日一般的に用いられている手造用精米機であり、さらにこの精米機の登場によって、銀城種の製造が加速した。現在の東広島市域において、秋津で銀城種の基礎となった南水醸造法が生まれたこと、西城で縦型精米機が生まれたこと、それらをもって銀城造りを育ててきたことから、今日では銀城種のふるさとと称している。 西条を訪れた川島壁後島が1932年サンデー毎日紙面上で酒の新徒と紹介したことから酒と称するようになる。ここで近代において最も活況した大正バブル期の1919 19年での鴨郡群西条方面酒造業者が生産していた代表的な銘柄を作り国だが順で列挙する。市名は当時のもので。 リンクで現存するものを表す。作り国高だかで見ると、貨物ツが飛び抜けているがこれは、軍用種に採用されていたことも影響している。旧海軍においては、士官用として貨物ツ兵用として、クレミケ本店の潜伏が飲まれていた。旧陸軍においては1938年資料によると、満州関東軍に鴨鶴、貨物ツ福美人、千代の春が収められている。千代の春は、 国内産ではなく、満州産で、宝天市に、現地会社を作りそこで作っていた。終戦後、満州千代の春がどうなったかは不明である。上記のうち2018年現在廃業している、蔵元で分かっている情報を記載する。八本松にある白ボタン、米光醸造場。国道486号から撮影したものであり。 道なりに東へ進むと最上中心部に入る。広島県全体の作り国高で見ると、1874年時点で全国5位以下だったものが、1924年兵庫に、ついで全国2位に位置していた。そこから大正バブルが弾け、昭和恐慌により減少が続き、太平洋戦争時の戦時体制による統廃合で激減した。 戦後を経て1958年に国内の酒造業は最盛期を迎えたものの以降全国規模の競争の中で大手メーカーの作り石数が増える代わりに地方の中小メーカーが廃業していった。最上に現存する酒造メーカーもこの間拡張傾向にあり最上地区内が手狭となったため地区外へ酒蔵を増設するメーカーもあった。ただなだ、伏見の大手が生産量、 経営規模が大きくなっていったのに対し、西条ではすべて縮小していった。例えば1971年の企業規模では、西条の中では貨物ルが最大であったが、全国的に見るとその時点で20位程度でその差は年々広がっている。西条種の生産量で見ると、1980年の最大は白ボタンの5519キロリットル。 1989年での最大は白ボタンの4024キロリットルであるが、この間なら、伏見の大手が増加しているのに対し最上では白ボタンも含めてすべて減少している。施設の増設も1990年代初頭つまり平成バブルを境に止まり、以降効率化を進めている。1995年東広島市鏡山に移転した種類総合研究所。 現在では、酒と斎場の象徴的存在と位置づけられている。斎場だけではなく、日本全体の酒造業は消費者の嗜好の多様化、少子高齢化の影響で年々消費減少が続いており厳しい状況に置かれている。なお、県の生産量ランキングで見ると2015年時点の生成数量で、兵庫、京都、新潟、埼玉、秋田、愛知、 福島、東京に次ぐ9位にまで落ちている。一方、1974年鴨群佐城町、志和町、高谷町、八本松町の町村合併から市政施行した東広島市は、広島大学及び市学数校による鴨学園都市構想、ハイテク産業を中心とした、広島中央地域テクノポリス構想、山陽新幹線東広島駅開業や、 山陽自動車道開通など、広域交通網整備により、産業構造は変化し人口は増え環境は大きく変化した。東京にあった種類総合研究所が、東広島市に移転してきたのは成熟した、醸造地、広域交通網、山岳の研究機関が揃っていたことが、決め手となった。酒造メーカーが集中する最上駅前の酒倉通り沿道は、 1970年代まで、酒蔵あるいは酒造りに関わる建物あるいは店舗、併用住宅が立ち並んでいたが、1980年代に、入り郊外型店舗の出店が相次いだことから、駅前の店舗が減少。市側は、景観保全より開発を進め1995年から、駅前再開発が始まり2003年には、駅前からのメインストリートブルバールが整備され、 酒蔵通り一帯は東西に完全に2分され、マンションや駐車場が増加した。竜王山展望台から南方向の市街地を望む。中央下端やや左側が西条駅で、その左に酒造メーカーの赤い煙突が数本見える。酒祭り時の旧、鴨の明前。建物は現存せす。酒祭りの夜、西条酒造協会、酒造メーカーや、 観光協会、東広島市が酒と観光資源として活用していったのは、こうした背景にある。全国的にも珍しい酒をテーマとした酒祭りは、東広島市が市政志向した時から市が主催していた、みんなの祭りと、西条酒造協会が主催していた、酒造祈願祭、西条市祭りとを合併させ、酒に特化した祭りとして1990年から、 毎年開催している。現在では、観光協会が主催し、酒造協会、自治体、商工会、青年会、JA、種類総合研究所、他市内団体が協力するなど市を挙げて行われ、開催2日で20万人以上の動員が見込める、重要な地域活性化イベントとして発展している。酒造メーカーは、生産量縮小となったことで使わなくなった。 余剰施設の転用を始めた。1997年、鴨の明が開いた酒蔵を用いて、陶芸家の展示場を公開したことから始まり、鴨の泉酒泉館、乱戦館は、旧県西条製酒醸造市場施設群を1976年に買い取り、空き家のままであったものを2000年国民文化祭、広島に合わせ公開した。2002年頃から、 観光協会の働きかけで各種造メーカーは仕込み水用井戸の一般公開を始めた。その他にも2001年から最上酒造協会のメーカーは最上酒が生まれる里山環境を保全するため最上山と水の環境機構を設立。現在は地元の山間民学が絡んだ体制になり一体となって保全活動を行っている。近年、 国内の日本酒は消費縮小が続いているが、高級清酒に限れば需要は拡大しており、さらに日本食ブームを背景とした海外への輸出によって縮小に歯止めがかかりつつある。日本政府としてはクールジャパン政策あるいは日本最高戦略の中で日本酒の振興に向けて様々な取り組みを行っている。その中の一つに中小企業庁、 ジャパンブランド育成支援事業、地方のメーカーあるいは商工会などが輸出事業に取り組むには限界があるため国がサポートする制度がある。これに2008年、西条市が製酒業界としては初の事業に採択された。具体的には2008年から3年間、東広島商工会議所が主体となって西場酒テイストジャパンとして、 ブランド化し外国人を意識した商品の開発や海外輸出に向けたプロモーション活動を展開した。酒蔵通り周辺は2013年から始まった観光庁酒蔵ツーリズム外国人向けの日本酒をテーマとした観光展開では初期からモデルケースの一つとして紹介されている。同じ頃に最長地区の地元住民による景観保全への取り組みが活発となっていき、 重要伝統的建造物群保存地区選定へ向けて動いていたところへ2017年最上の酒造施設群として日本の20世紀遺産に選定された。ノンふとしのイルミネーション柿内みる日本の民話22秋、ビンゴの民話第1週未来者、審判2015年や漫画日本昔話1989年10月21日。 放送ナ、no. ンバーワン142に、明願寺の狸を章という昔話が載っている。東広島観光協会はこの話の狸をもとに、ゆるキャラ、ノンふとしを作成、1991年の酒祭りで初披露した。2015年には、東広島志向人のキャラクターとなった。酒作りの際に歌われてきたいわゆる労働歌。一般に、 南部流、越後流、丹波流の三つに分類されるが、ここでの歌はそれらとは別に、水戸西上流として分類されている。酒の神様松尾の神作りまします五万国の最上酒造り歌は、現在は最上酒造り歌保存会が酒祭りなどのイベントで披露している。めでたい歌詞や名所などが入った諸見会入れ歌である。その他にも、 酒屋酒屋と好んできたが勤めかねますこの冬はと、傍険と仕事の辛さを歌った桶、ケ、荒い歌、やれえけさもしばらく米研ぎましょうか、いつも変わらぬ米研ぎを勇みさんで今研ぐ米は酒に、かもして、江戸へ出すという米荒い歌などがある。1981年東広島市立、最上小学校の教員が創作したオペラ。倉人の仕込みと、その終わった後の祭りを表現したもの。 毎年6年生が参加し酒祭りや教育系の研究会などで演じられている。2001年東広島市立西条中学校で創作された組曲。西条酒造り歌、酒造りや盆踊りなどを表現し、太鼓、合唱、男踊り女踊り、広報、舞台演出の6パートからなる。毎年中学3年生が参加し、これも酒祭りなどで発表されている。 くぐり門西側が、市観光協会。東側が、コーヒー店。もともとはこの奥に、朝日座という芝居小屋がありこの建物は入り口であった。民間が所有しており、老朽化していたところへ、市観光協会へ、寄贈。2011年改修工事が完成した。酒蔵横丁。複数の飲食店が入る屋台村であり、 地元有志の共同運営で2009年開店した。建物自体はその時に竣工駅前という立地から飲食店も多く、また各酒造メーカーは使わなくなった蔵を改築し、店舗として用いているものもある。以下、2016年現在で東広島観光協会が紹介する職に関連する商品を列挙する。以下、 東広島市が公表する酒蔵通り周辺で行われている祭りのみ列挙する。西条の酒造メーカーは西条駅前の酒蔵通りに集中する。これは全国的に見ても得意な状況である。1974年にこの地区を調査した明治大学熊代雄一郎研究室は当時の様子をこう記しており、現在でも見ることができる。赤瓦と 生戸壁それに開放像と呼ばれる窓の多い、酒造群は、細い孔子戸と、軒線の連なる街並みとともに、最上固有の景観を形作って、明大人大研究室、1974、黒瀬に唯一ある、金光酒造は、最上の酒造メーカーと、趣向は同じである。また、 シワの現在は創業停止している旧千代野春酒造は2016年現在、建物自体は残っており、こちらは他と違い典型的な農村部の、作り酒屋といった趣きがある。2017年現在で、国の登録記念物、登録有形文化財、2009年近代化産業遺産、瀬戸内海沿岸の気候風土に育まれた、生園業、醸造業の近代化の歩みを物語る。 近代化産業遺産群に認定されている文化財を所管する各社別で列挙する文化財ありがとうございます。